今日1対0勝ちましたが J2 降格という結果になりました。今どういう思いでこの事実を見ていらっしゃいますか。まあ1年間戦ってきた結果なんで、まあ、あと少し届かなかったっていうのはやっぱ自分たちにあと少し何か足りなかったっていうことと、まあ、ただ最後の試合、雰囲気もすごく良くて自分たちも思い切ったプレーができて、まあ、結果の世界だから、まあ、降格してしまうんですけど、まあ、本当にこの最終節の雰囲気っていうのをまた来シーズン以降もこういう雰囲気作ってもらいたいなと思いました。ご自身のことになりますけれど今日15試合ぶりのスタメン出場、なかなか難しい舵取りを求められた中でのゲームだったと思うんですが無失点で抑えて最後勝利に貢献されたかと思います。どのように今日の試合振り返りますか。まあ、相手が本当に調子のいい仙台さんだったのでまず攻め込まれることは、まあ、ある程度しょうがないところもあると思うので、まあ、あとはどこをやらせてどこをやらせないかとかその勝負の肝っていうところを、まあ、常に考えながら、まあ、プレーできたんじゃないかなと思います。では最後に1年間応援してくださったサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。まあ、本当に降格したことは本当に申し訳なく思ってますけど、まあ、本当に1年間一緒に一つのチームとして、僕ら支えてくれて本当に感謝しています。来シーズン以降ももっといいヴァンフォーレになれるように一緒に戦っていきましょう。どうもありがとうございました。